出発です。いってらっしゃい。次は乗るよ。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。ぜひこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。現在地が八重山諸島石垣島のお隣竹富島なんです。僕にとっては3年越しで叶った竹富島訪問です。竹富島といえば水牛車観光があります。この映像を撮っている2023年2月16日は水牛車観光ができる新田観光さんの営業カレンダーによると休業日ということで大変残念なんですけれども、ただもう一軒水牛車観光ができる竹富観光センターさんがあります。竹富観光センターさんの場合2500円必要です。事前予約は必要ありません。場合によっては竹富島のフェリーターミナルから送迎バスがありますから存分に楽しみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速なんですけれども一緒に水牛車観光楽しみましょう。こちらが新田観光さんなんですが、最初にお話しした通り今日2023年2月16日は休業日でした。で、あちらの方に水牛車があります。タイミングが合えば乗れたんでしょうけど、ね、多分この部分で水牛が車を牽引して楽しい水牛車観光してくれたと思うんですが、残念ながら新田観光さんお休みなので今回は難しいようです。竹富観光センターさんは多分こちらにあったはずです。なのでまずは情報収集必要ですよね。実際に水牛車で島巡りができるのかどうか。今日石垣島を出発したフェリーターミナルでも結構乗客の方いらっしゃったんで、地図アプリによるとそんなに混んでませんっていう情報だったんですが、実際に行ってみないと何とも言えないですもんね。いつも方向音痴な僕がまっすぐ見つけることができました。こちらが竹富観光センターさんです。こちらで水牛車観光ができます。早速いろいろと情報を得るために出発時刻ですとか聞いてきましょう。正面入り口はこっちでした。ガオガオって近すぎる。水牛車観光の受付乗り場こちらだそうです。水牛車の出発口こちらのようです。10時半に予約をしました。今9時40分なんで、あと40分後にまたここに戻ってきたいと思います。いました、いました、いましたよ、水牛さんたち。でもあんまり刺激しないようにしたいな。ロープの中には入っちゃいけないらしいんで。わあ、水牛いっぱいいる。しかも水牛が牽引する車こんないっぱいあるんだ。竹富観光センターさんの水牛が実際に牽引する車こんな感じになってます。ここに水牛をつないで水牛車観光していくわけです。それは興奮しないわけにいかんでしょう。実際に竹富観光センターさんで初めて本物の水牛を間近で見て、その黒々とした色艶のある大きな体躯に確かに驚きました。それと同時にこうも思いました。みんな表情がとにかく穏やかなんです。まるで都会にはない島の暮らしをそっと教えてくれているようでした。水牛さんたちがのそっとのそっと歩いていく。今から出発していきます。
もう間もなく10時からの水牛車による島内巡り始まるみたいです。僕が乗るのは次の便です。いってらっしゃい。次乗るからね。出発見送ることができたんで、あんな感じなんだなってイメージできてよかったです。今度は僕が乗る番です。もうすぐ10時半出発の時刻です。どんな旅行体験できるのか楽しみです。ここから水牛に乗りますよ。呼ばれました。アルコール消毒しました。水牛さん乗りましたよ。大きい。さて、僕にとっても人生初となる竹富島での水牛車観光に出発です。ちなみに今回のドライバーさんはジンベイ君。竹富観光センターさんにいる水牛の中では若手の方らしいです。いよいよ出発かと思いきや、こちらのジンベイ君なかなかのスロースターター。この大きな背中が物語るかのように僕らが思ったようには動いてくれません。今回の案内役であるこちらのジンベイ君、結構マイペースな性格みたいで、僕が竹富島を旅した日のようなちょっとどんよりした曇り空だとかなりやる気を出して案内してくれるそうなんですが、逆に青空の下では動きが鈍くなるとかで、その話を聞いた乗客からは笑い声が漏れていました。何度か促されてようやく出発です。それから詳しいことはよくわかりませんが、竹富観光センターさんでは水牛のことをドライバーさんと呼んでるみたいです。って、ありゃりゃ、ジンベイ君がまた止まっちゃいましたね。おーい、一体どうしたのーって、まさかのおトイレタイムでした。まあ、ジンベイ君にも気分や都合はありますからね。そんなジンベイ君の様子を見て、ほっこり和やかになったところで、すっきり気分爽快になったらしいジンベイ君、再び歩き始めてくれました。水牛車は竹富観光センターさんの敷地内を出発すると、集落の東側にあたる所定のコースをいわゆる時計回りに一周します。徒歩だと7分で終わってしまう距離だそうですが、竹富島は前回配信の石垣島編第5話で少し触れたように、島全体が国立公園の側面を持ちますから、通常の散策では見落としがちな美観地区たる集落の様々な表情をおよそ25分前後かけてじっくり見せてくれます。また島ならではの事情により建物の新築増改築にも細かな決まり事があるようです。それではしばらくの間、案内役の方の見事な三線の演奏と島唄を聞きながら、竹富島での水牛車観光を引き続きお楽しみください。
様よ、何もいる神様よ。目の前に学校が見えてきました。竹富観光センターさんの近くには学校があるので、お家が近いと分かったジンベエ君、歩くペースがどちらかといえばだんだんと小走りめいた感じになっています。そんなこんなであっという間に竹富観光センターさんの敷地内へ。こうして約25分間の竹富島での水牛車観光が終わったのでした。楽しい時間がついに終わってしまいました。25分間島内巡り終わりました。今から記念撮影するみたいです。牛さんとの記念撮影終わりました。この後写真をいただけるそうなので、いただいて帰ろうと思います。ということで水牛乗りまして、すぐ隣に乗車記念証を受け取れる場所があって、いただきました。いただきました。あまりかっこよくはないかもしれませんが、乗車記念証の写真です。大きいサイズは1500円で購入できる上に、データも CD でもらえるそうなんです。まあ僕これで十分です。よかったら買ってみてください。というわけで、水牛車観光たっぷり楽しんできました。どうだったでしょうか？今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。次回の石垣島編第7話はいよいよ最終回です。竹富島の特に西側にスポットを当て、18世紀に実在したと言われる絶世の美女、安里屋久山のお墓や、竹富島で唯一海水浴ができると言われている金堂井浜を歩きます。旅する着物男子の初めての島旅、そのフィナーレにふさわしい作品となっています。どうぞお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。